私が教官の麻生麗華です。はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日は麻生麗華先生の教師を受けたいと思います。で、第6教師。おはよう。教習を始めましょう。シートベルトは忘れちゃダメよ。はい、じゃあ発車します。スタートしていいわよ。内側に注意して。あ、ここは一速でいいでしょう。そのまままっすぐ走行してね。これ何キロ？まあいいや、3速で。次の角を右折してね。次の角を右折。で、50キロ道路か。で、まっすぐ行って。さあ、どう出るか。次の角を左折してね。左安全確認して。次の角を左折してですね。ああ、もうちょっと左に寄せて。はい、ハンドルをゆっくり左に回して。今、音がおかしくなりました。そう、その調子。で、60キロ道路。そのまま、まっすぐ走行してね。60キロ道路なんですけど、48キロぐらい出しちゃうと、もう。アクセルを離して、エンジンブレーキを使うのよ。アクセルを緩めろって言われちゃいますね。で、左にお馬さんがいて、まあ牛がいたり馬がいたり、次の角を左折してね。自然がいいんです。巻き込みに注意して。自然のある町となっていますね。次の角を右折してね。普通にこの町住みたいと思いますもんね。こういう町あったらコンビニもあるし、警察も、警察署とかね、交番もところどころありますしね、治安もいいと思いますよ。次の角を左折してね。コンビニもありますし。まあこんな感じで、まだ目視して巻き込みをチェックするのよ。で、誰もいないって。次の角を右折してね。で、次右曲がったところが30キロ道路になってます。確か30キロ道路だと思ったんだよね。あ、違うね。30キロ道路じゃないよ。次の角を左折してね。ちゃんと安全確認しなさい。そのまままっすぐ走行してね。あ、で、48キロまで行ってたね。キープレフトよ。こんな感じで走ってればまあ大丈夫だと思うんだよね。あ、で、お母さんが飛び出してくる。マルコの、ちびまる子ちゃんに出てくるお母さんみたいな人が飛び出してきます。まあ、こんな感じですかね。そのまま、まっすぐ走行してね。で、右折か。次の角を右折してね。ゆっくり右側に寄せてね。一時停止して、ちゃんと安全確認してね。低速ギアのまま、一気に走り抜けるわよ。はい、こんな感じで。ゆっくり減速して、停車をしなさい。ハンドブレーキを引いて。かなり良かったわね。素晴
らしい運転だったわ。素晴らしいって言ってくれました。はい、合格よ。お、95点。まあ、といったところで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。